構綺麗になったと思うので、あとは縫っていくという感じにしてみましょうかね。こんな感じで2つの革を縫い合わせた部分、これも全部縫うことができました。こうしてみたら結構綺麗な感じで出来上がってますよね。さあ、そしたら今度はこれをねくっつけないといけないんですけれども、今考えてるのはまずここをね2箇所こんな感じで、その間にこの輪っかを挟もうかなと思ってます。輪っかを挟んで要はこれが輪っか挟めないか、これやべえ、輪っかが挟めない。ちょっとねこれ昔財布で使ってたやつなんですけれども、こういうよくあるパーツですよね。こういうものをちょっと流用しましょうか。これなら入るので、こういう感じで留めていこうかなと思います。これはこれで結構雰囲気合うんじゃないかな。一応ね、測った結果この長さにしたんで、多分これで大丈夫なはず。はい、これでとりあえず穴が開きました。パーツはね、こんな感じで止まりますので、こんな感じで穴を開けました。で、あとはですね、もう取り付けていくっていうだけなんですけれども、こんな感じで取り付けられるということですね。これでとりあえず1個取り付けが完了と。ちょっとね、これ間もうちょっと開けた方が良かったかな。ギリギリですけどね、ギリギリですけどなんとかいけました。一応これはできたので、今度は次が難関なんですよ。まだやったことがないこととして、バネホックってやつなんですけれども、いわゆるあのボタンですよね。ボタン、こんな感じのこれとこれをパチッとはめるっていうやつなんですが、これをね今度はつけていきましょう。このバネホックっていうのは専用の工具が必要で、こういうやつですね、こういうやつが必要になってきます。こっち側ですね、こっち側をつけるときは、こっちのねへこんでる方をこの頭に合わせてどんどん打っていくと。でこっち側の場合はこれちょっと形が違ってて、こういうねちょっと四角っぽい感じになってるんですよ。なのでここにこれをこう合わせて、合わないと打てないようになってますね。合うとこうスポッと入っていくので、それで打っていくと。
いうことですね。なるほど、わかった。まず最初にここに穴を開ける必要があるので、ボタンがつきました。ボタンがついたので、今度はこっち側、はい、こんな感じになりました。なったので、これでパチッと止まるようになってます。外すのも簡単です。こんな感じでちょっと穴を開けています。よし、一応ね、穴開けができました。穴開けができたので、あとはこれを編んでいくだけという感じですね。今回使うのは90センチの、レース、これを使って編んでいきます。はい、こんな感じでですね、ナイフケースができました。ここはですね、革紐で編み込んでるんですけれども、ここがボタンと、これがですね、オピネルの8番のオリーブウッドのやつです。きつくならないようにここちょっと隙間開けてるので、こう入れてぴったりサイズですね。こんな感じになってます。裏側はこんな感じ。一応ね、これもね、稼働はするようにはなってるんですけれども、まあ動かすことはないかな。で、ここはね、なんて言うんでしょう、固結びみたいなんで止めてるだけなんですけれども、この辺もがっちり編んであるんで外れることはないです。さっき一回途中で革が切れちゃって、もう一回やり直そうと思ってですね、ほどこうとしたんですが、ほどくのがものすごい大変だったので、うん、これで大丈夫でしょう。で、これ反対に入るのかな。うん、一応反対にも入りますね。反対にも入るけど、これがあるのでスポッと外れることはないでしょう。うん、ちょうどね、この辺に今、端っこが来てる感じです。で、ここは止めてないんですが、ここもね、落ちることはないです。ただね、多分こっちで入れた方がいいでしょうね。こっち側で入れてもいいんですが、こう入れてると出してこう持ち帰る必要があるので、うん、やっぱりこう入れた方が僕はいいんじゃないかなと思います。まあ一応両方できるようにはなってるのと、あとキーホルダーもつけてるので、まあそうですね、ぶら下げたりとかっていうこともできます。どうでしょう、初めて作ったにしては結構いい仕上がりなんじゃないかなと自画自賛してるとこなんですが、ということでですね、今回はオピネルナイフのケース、これを作ってみました。で、これはね、今回この緑の革で作ったんですが、この赤い革、この赤い革は栃木レザーってやつなんですけれども、この革を使って、同じようなオピネルナイフのケース、8番のケースですね、これを作って、多分3名様か4名様ぐらいに、次回の視聴者プレゼントにしたいなと思ってます。
輪っかはつけるんですが、ちょっとこれはもう1個しかないのでこれはつかないです。ただこの輪っかぐらいはつけようかなと思ってるんですけれども、栃木レザーで3つか4つぐらい作って、視聴者プレゼントとさせていただきますので、ぜひですねまたこのチャンネル見てみてください。それでは。